儲けた。ちょっと市場一周しようと思って。こんな感じ。まだ台車ある？これで終わり？よっしゃ、じゃあ行こう。ジュニオッケー、車のとこ行こう。まず買った経緯となんか説明して。説明、うん、これは何注文？コチョウランは、うん、店売りで。店売りでパラパラと売れてきたから。産地は、産地はこれは山梨の夏村用。ここのはよく買う？うん、結構基本的に作りに使いそうなやつはもう絶対に買うようにして。作りのやつはもう産地から送ってくる。メーターに持ってるとかあったら送ってくる。基本は現物見て送ってほしいというか結構強いから。その写真とかはなんかそのお客さんにこれを送りましたよみたいのをしたりする？あるんや、うん、おー、確かにね、どんなんがいったっていうのは分かった方がいいよね、うん、ここ現物見て送ってほしいね、すごい、うん、うん、こっちの黄色はこれは三重県の通貨フラット。黄色ってよく買うん？黄色も買うよ。おー、うん、確かにね、黄色あるとピンクも欲しくなるよね、うん、ということで反対側がピンクで、あ、こっちやおー、いや、薄ピンと濃いピンや、え、いいよ。これは何も注文で、それとももう店置きで？個人的に好きなあんな、出だしだとか好きやって、うん、出て店なかったらよかった。薄いピンクも好きやから。え、っていうか白黄色濃いピン薄ピンでコンプリートやん。あ、ほんまやね。白の方が欲しかったけど、白はなんかよう滑っとったいやでも輪数もようついてるね、うん、いや作りが綺麗、金持ちもいいしね、この松村さん。おー、うん、さっきと同じやんね。そうそうそう、うん、で、こっちは？こっちは、あ、ネバーやね。そうそうそう、うん、なるほど。今日は内門はどんな感じ？内門はデイジー。デイジーやね。これが奥田さんだよね。あ、奥田さん作り綺麗やもんね。わかる、うん、確かに花がねめっちゃ綺麗にしまってます。めっちゃ綺麗、これいいね。え、これ何？これね、ディオニシアって言って、うん、どういうタイプ？山野草的な感じ？うん、山野草近いと思う。へぇー、これ何年前かな、うん、10何年前に初めて見て、うん、でも久しぶりに出てきたからもうつい押した。値段もこの前から見とって、値段なんでこんな安いんやろ。あ、そうなんや。へぇ、退職も安かったから、うん、もしかしたら西で出たら西で買おうと思ったら、うん、出た、出てた今度これは、これは藤の井ヒヤシンス。へえー、なんかヒヤシンスって、うん、球根が上がってるやつ生産者多いやん、うん、でこれ結構深植えしてるよね、うん、初めて買うたとこやけど、いつもこの森ってなってる、あのサライさんの。そうやんね、うん、最近このナイタイプが出てこないから、うん、こっち買ったけど、なんか花業界でなんかもうこういうヒヤシンスでこうなんか土に植わってるのを見ると、え、腐りそうっていう意識になってるのは俺だけかな。目回ってる、多分見え出したやつ、見え出したやつじゃん。あー、うん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 、ちょっと気つけんとあかんかもしれん。あー、ちょっと怖そう。ちゃんとあの消毒してくれてたら大丈夫やけど、うんうん、ちょっと帰ってからよう見とかなこの下の何？これはタイム。ああ、うん、油性とか使うやつ。そうやね、暑さ寒さ強いしね。そうそう、ちょっと入れたら全然可愛くない？可愛い、うん、おしゃれ。ちょっと高かった。まあ確かにねあ、俺もこの五十嵐さんのこれ前買ったわ。綺麗ね。うん、今やっぱ苔玉でも作ろうかな。え、これで
あ、そう。このサイズのがずっと狙ってて。あ、そうなんや。大きいのはやっぱ花付きいいけど、このサイズやったら、ここは一番花付きいい。いや、わかる。ねえ。うん。五十嵐さんのやつで、この間俺も買って、今日上田さんのこれを押してるわ。あ、そう。うん。まあ、最初に出てきた。大体、うん。そのあたりで、よかった。本当に上田さん。案外よかった。うん、その横はこれ、クリマックス。またちょっとマニアックな。俺も趣味。趣味やんね。毎年買ってるけど。しかも、あ、ちょっと待って。変なボタン押してもうた。しかもこれ全部同じ品種やん。うん。しかも葉っぱも紅葉してるし。でもクレマチスって普通、うん、落葉じゃない？あ、これ常緑。常緑の。うん、ええー。だあの普通の花大きいやつやったら落葉するから、まあ苗で出てるやつは何もない棒みたいな。うん。出てるけど。そうやね。これあの常緑やから。へえー。花もちょっと小さそう？小ぶり？うん、花ちっちゃい。へぇー、だけ原種に近いんですか。そうそう、原種。あ、そうなんや、うん、こんな感じです。へぇー、そうなんやね。こんなん俺全く買わへんから全然わからへん。その下は何があるんかな。お、ボックスフラワー。おぉ、産地はやっとかけてくれたところです。横溝さん。うん、へえ。この苗が欲しかったけど。うん。苗がだいぶ高かったから。あ、そうなんや。いやでも今から咲きまーすって感じや。うん。めっちゃ綺麗。かわいい。なんかワックスってもう輸入されてくるイメージが強すぎて、うんうん、日本の気候にはでも合いにくいんじゃない？合う？うん。あ、合うん。魚の仲間やから。ああ。うん、魚竜梅の仲間ということは太ももか。そうそうそう。ああ、さすが。よかった。花やあやっちゅうね。お、これはペーパーでーす。ペーパーってね、いつも高いから、俺いつもね、花かんざし買うんよ。うん、そう。まあ、花かんざしも一回売り切ったから。うん。綺麗ね。なんか、今日大橋くんが、うん、俺何なんすかみたいなの言うから、まあ、あのつぼみがとんがってるのがペーパーでつぼみが丸いのが花かんざしで、まあ要するにパンジーとビオラぐらいの違いみたいなことは言ったけど、パンジーとビオラまだ近いからほぼ一緒やん。原則違うけども、育て方も一緒やし。そうやんね、うん、ただその昔はいっぱいいろんな人が作っとったけど、うん、ペーパーをだんだんね作る人が減ってきて希少価値が上がってるみたいな、うん、そんな傾向にあるんじゃないかな、うん、なんでか高いよね。なんでか高い、わかる、うん、で、花缶がなんでか安いんよね、うん、まあ言うてもみんな作ってる、いろんなところで産地が作ってるから、うん、競合っていうのと、もしかしたら若干作りやすいっていうのはあるかもしれんね。そうやね。うん、ペーパーがもうね、全然作ってないから希少価値が上がってきてるみたいな、うん、ただこう、つぼみ見て、じゃあこれどっちですかって言われた時に結構わからん人が多かったりする。咲いてこう、うん、なんかこう、八重咲きっぽい、うん、ああいう感じやったら花かんだすね。うん。これなんかトガトやつやん。そう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 。うん。かんとわからん。そうやね。もうつぼみの感じで判断するには、もうつぼみ、その白いところが、尖ってるか、丸いかっていう、それぐらいしかね。うん。わかるわ。ああ、でも、いい。綺麗綺麗綺麗。いいね。最近ちょっと植木が高いからね、仕入れるのもちょっと四苦八苦するよね。うん、はい。ということで、おりちゃんでした。ありがとう。